回しながらそれに合わせて、うまいですね。マジですか。はい。そうですそうです。ちょっとこの体、この腰からしっかり伸ばすんですけど、伸ばすと足がちょっとやりにくいと思う、苦しいと思うんですけど、ね、苦しいなと思ったらくるって回しておく。なるほど。そうですそうです。でこのちょっとかかとを足です。ちょっと行き過ぎです。そう、この腰が回る分に対して、ちょっと足も一緒に回してあげて、そう腰から下半身からしっかり打つよね、目に。なんか私が言われたのは、お尻をバーンって叩かれたような、そう、ブチッみたいな感じで、トーンって打つと、この、そうです。今のを組み合わせると、ワン、ツー、難しい。でこれをしまってからこっちを打つんじゃなくて、そうです。ジャブをしまいながらもうストレート打って戻る。そうですそうです。ワン、ツー、戻る。ワン、ツー、戻る。ワン、ツー、戻る。じゃあもう一個だけ。じゃあフック。フックはこう横からのこういう。青とか、この多分こめかみとかを狙って効かせるようなパンチなんですけど、そうエルボーになっちゃいますか。でもイメージはそうです。エルボーなんだけど、エルボーまでいかない。そう、難しいな。でこれも一緒でしっかり半身を当てさせて、これは分かりやすくやると最初肩をこう入れます。でここに壁を作る。これを戻すと同時にそうですそうです。これをワンツーと組み合わせたら、ワンツーフックになるんですけど、ワンツー、この時にさっきのためだと思ってこれを、でこれをしまいながら、そうですそうです、ワンツーフック、そうです、ワンツーフック、そう、ワン、ツー、フいいですけど、最後にストレートを入れれば、ワン、ツー、フッ、ストレートで、こう永遠に組み合わせれば、決めます。ワン、ツー、フッ、ストレート、戻る。うわ、難しい。でもできてます、できてます。おぉ、いいですね。
来る内臓にということで西田さんにもうバトンタッチしたいと思います。顔が勘弁してください。でもね、我々は負けてばっかじゃいられないですから、せっかくなんで実践もしたいですもんね。はい、一発ぐらい当てたいです、僕だって。その一発ぐらい当てたいな。はい、ちょっと実践の方もよしで見ましょう。お願いします。じゃあ回してます。なんか一発当てればいいみたいなやつ。それはね、やられそうなったらやり返してみて。こんなんじゃ終わらないですからね。ボクシングの構えじゃ。ボクシングの構えじゃ。じゃあやり始めますよ、こいつ。先輩、これなんか見たことあるな。その構え。その構えなんか前もやってたな。水ください。エスケープないです。卑怯だぞ。こっちは素手でやってんのに。うわ。卑怯だぞ。うわうわうわ。ちょっとこっちの土俵でいかしてもらいますわ。怖い。怖い。汚ねえぞセラ。セラ。最終兵器
セラさん。入りました。ギブアップで。お疲れ様でした。はい、ウィナありがとうございました。楽しかった。また次回お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。